前提すごく厳しいっていうのをまず押さえた方がいいです、うん、なんやかんだで話シンプルにすると、うん、もう言っときゃいいんじゃないかなと。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さんこんにちは。トップ週のおさです。おすけです。というわけで本日も視聴者の方、キャリア相談者から寄せられた、あるある質問、サスケさんの方からね、お悩み解決していただきたいなと思います。今日は何でしょうか、テーマ。キャリア相談をたくさん受ける中で、グローバルに働きたい、どうしたらいいですか、グローバル転職したいですみたいな、けど未経験ですみたいな問い合わせが多くてですね、ここに対する回答をした方がいいなと思ってます。この未経験ってこれ何を指すんだろう。要は海外経験がなかったりとか、そもそも うん、職歴的にもそうだし、学生時代も留学経験ないですとか、もしくは経験してるけど1ヶ月2ヶ月の短期留学だけです、けど就活の時から海外なんか授業関わりたくてみたいな、でだけど就活では入れなくて転職しようでもう一回チャレンジしたいっていう問い合わせは結構多いんだよね。いや、個人的に志は素晴らしいと思うよ。俺はね、もう応援してあげたい、もうそこに尽きるけ、やっぱりなんか日本人でそういうことを思える人ってやっぱそんなに多くないと思ってて、世界でやっぱり名を上げてやるじゃないんだけど、活躍したいとかさ、世の中貢献したいみたいなことを思える時点で素晴らしいと思ってます、ただそこには現実があるとは思ってます、さあどうでしょう、サスケさん。トップ市としては応援してますと、応援してます。グローバル人材にもたくさん出てもらってるので、やっぱ海外に出るべきだ、何をしてでもっていう方、たくさん優秀な方いらっしゃいますし、なんですが、やっぱり前提すごく厳しいっていうのをまず押さえた方がいいです。未経験のグローバルポジションに転職仕様で採用されるっていうのは。そうだね。で、それを理解した上で、もう一つ大事なのが、グローバルっていう中で、あなたは本当は何がしたいんですかっていうところを、ちゃんと細分化して、ちゃんと自分の中の言葉を言語化した方がいいと。お得意の因数分解が始まるのかな、これ。グローバル転職したいですと思った人が、そもそも何がしたいのという形で解像度を上げる必要があるよというお話だと思うんですけど、それがこう、ミーヒーに分かれるのかな、きっと。そうだね、僕なりの分解というか、直近結構、グローバルキャリアを求めたい。直近こうやっぱグローバルポジションに転職したいって方の相談たくさん受けるような方でいくつかパターンあるなと思ったのが、やっぱ4つぐらいだと思ってて、1つ目は海外駐在がしたい、海外駐在まで行かなくていいんだけど、まあ、海外出張ぐらいしたい、海外と取引はしたい、これが3つ目、で、海外取引しなくてもいいんだけど、とりあえず英語は実は使いたいって、これが4つ目、本当に解像度高く相談に来てくれる方はもっと細かい分類で考えてらっしゃる方もいるんだけど、みんなの悩みを聞いてるとね、この4個のどれかが根源的なニーズでグローバルグローバルって言ってる感じがしてる。それぞれの難易度を理解した上で、どれぐらい実現可能性があって、その中で、どういう対策を練ればいいのかっていうのを考えていた方がいいと。そうした時にさ、どういう順番で見据えていけばいいのかっていうと、4から1に行けばいいのかな。そうだね、順番にレベル上げていこうと思うと、当然4番目が一番低い、321と順に難易度高くなっていくので、徐々にレベルを上げていくっていうのが一つすごく真面目なやり方としてはあると思う。すごく真面目なやり方だね。そうそう、具体例として転職でどうしていけばいいかというと、全く英語を使わない環境から転職をするときに、英語に少しでも触れられる職種にこう転職をしていくような、イメージね、まあ、外資系の企業に入ってみるとか、海外取引があるところがそうだと思うんだけど、4と3みたいなのは結構同時に起こったりするから、この4、3のあたりが狙えるような転職をまず押してみるステップとして、そこの作用があると、その社内でもね、だんだん海外取引に慣れてくると、出張が生まれたりとかって2番まで行けるケースもあったりするし、こういった経験が取れると、最終的に海外駐在のポジションが、今まで海外駐在の経験がなくても、ポッとこう求人が出たときに、海外取引の経験があるとか、その国について詳しいっていう話があると、そこに採用される可能性が出てくると思うので、形で中間ステップとして、まあ、4からスタート、なんなら2ぐらいまで取れるような職を1回挟んで1を狙うみたいな、こういった迂回ルートを経る形であれば、最終的に海外職の強い海外駐在を経験するようなことが、キャリア上は達成できる可能性があるなと思うので、ゆうとさんが言ってくれた通り、徐々にレベルアップしていくっていう意味ではそれが一つの手かなと思う。実際にさ、サスケさんさ、この1番から4番までのうち234は経験されてるじゃん。英語を使う職場で海外取引があって、その上で海外出張にも行ってるでしょ。かつ、まあ、実務研修で1、2年住んでるのか。
視聴者の方からして、いや、サスケいい仕事してたんだなみたいな、三菱商事さんでみたいな、うんうんうん、羨ましいなって思うんだけど、実際にやってみて どうなのそれってみたいな問いだけ聞いておきたいんだけど。そうだね。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。やっぱり経験してるしてないの差は大きいと思うから、している僕がしてない人にどれだけ言ってもね、言ってみないと分かんないって部分はあると思うっていうのはあるんだけど、うん、下見からするとやっぱ海外で働くか日本で働くかっていうのは市場価値を上げるとか企業を考えてるしハイキャラバリバリ求めたいみたいな人からすると価値があることだなと思うんだけど、うんうん、そこまでのこう意欲がなく、一般的に日本でいいキャラを歩みたいと思ってる人にとっては本質的に海外で働く必要って別にないなと思うし、日本で、いいキャラを積む方法もあるので、さっき伝えた通り、はいはいはい、本当に海外駐在とかグローバルとかで何がしたいのかっていうのを正確に言語化して、うん、本当にそれが海外じゃなきゃ達成できない場合に挑戦していけばいいんじゃないかなと僕は思うかな。僕なんかはさ、まあ、同じく商社にいて、うん、あと半年1年会社辞めなければ 100% 飛ばされたのよ海外に。でも海外に行ったら負けだと思って辞めたんだよね。その心は、それは20代の貴重な時間を海外でよく分かんない時間の使い方したくない、もう日本で戦うって決めてんのに、うん、日本以外の市場に出かけて2年間帰ってこれないのは、うん、ダメだし、そこで中途半端に投げ出して辞めるっていうのはしたくなかったし、全うした上で帰ってくるってなったらもう30代か、あ、じゃあダメだと思って辞めたっていう感じだね。これもさ、分解必要かなと思うんだけど、うん、一緒に出てくれたゲストと話していて、学生時代とか若いうちに一定期間海外に出るっていう経験はね、本当に素晴らしいなと思う。価値観を広げる、世界をまず知って、うん、その上で自分の方向性を決めるという意味では選択肢がバーッと手に入るからいいんだとは思ってて、日本企業の海外駐在ってスパンが長くて、まあ、3年から5年みたいなスパン、うんうん、下手したら自分がしたくない仕事だったり半ば強制にミッション決められたもと行くわけじゃん。で、考えなきゃいけないのはずっとこの会社にいるんだったら、うん、この海外駐在の経験でめっちゃ大事なんだけど、うんうんうん、同時に失ってるものもあると。そのトレードオフの関係値の中で自分たちどっちが本当に大事なのかって判断ができてますかって問いはあると思ってて、うんうんうん、これがね、考えられてない人は結構多かったりするから、そこは動画のあれとはそれかもしれないけど考えた方がいいと思う。動画のあれとはそれるんだけど、それで申し訳ないんだけど、その海外駐在とか海外への出張とかの解像度を上げに行くとさ、的に例えば商社でバックオフィスの仕事をしてると、うん、行く先って先進国だらけなんだよね、うんうん、ニューヨークとかさ、ロンドンとかさ、うん、そこに行って何すんのって言ったら、うん、日本からその場に行ってる日本人の方々と一つの箱の中に缶詰になって一生懸命英語で仕事するのよ。要はニューヨークシティ日本村みたいなうんうん、うん、ところに毎日オフィスに通うみたいな感じだから、それって日本でなんかね、外苑前のオフィスに通ってるのとあんま変わんねえなとか思っちゃったし、その現地に行って何がしたいのとか、うん、解像度上げに行くとそれって機会損失かもに気づく可能性があるので、そんなところかな、伝えたかったのは、うん、出張とか支社への駐在とかっていうのはなさってると日本人の割合多かったりするから、商社の中でもとか事業会社の中でも海外の投資先に出るとか海外の人たちに囲まれる、うんうんうん、日本人自分しかいない、そういう経験値はいいと思うんだけど、うん、なんかそうでない見かけ倒しの駐在というか、うん、日本と変わんねえじゃんみたいなところは本当に意味あるのかなみたいな。そっちの方がやっぱりハードじゃん、その日本人私だけみたいな環境にいきなり飛ばされる方が。どういう人がそこに行けるかって言ったら、日本で実績出したスペックも高く忠誠心も高く年功序列で上の方みたいなのが日系大手のあるあるだと思うので、うん、そこはシビアに見定めた方がいいよね、グローバル転職。そうだね、だから最終的には本質的には自分が力のつく環境で本質的な仕事をできる場所を選ぶ、うん、そっちの方が大事なんだよってところに帰ってくると思うから、そこは見失わないでほしいね。話戻しますと、対策の話がさっきあったと思うんですけど、その他、要は英語が使えればいいっていう環境から徐々にステップアップしていくっていう対策の以外に最後聞きたいんですけど、何かあります？さっき迂回ルートを踏むっていうことを重複するというか、うんうん、そこに内包されるの選択肢なんだけど、話は分かりやすくすると外資系の企業に行けばいいと思う、うん、で外資系の企業行くと何が起こるかっていうと、別に海外では働かないのよ、日本で働く。なぜかというと海外企業の日本支社に採用されるわけだから、それをまた海外の方に配属するってことはめったにないわけ、うん、だから海外で働くわけではないんだけど英語を使う機会があったりだとか、
そういった可能性が高いし、やっぱり海外から来た方と働く経験だったりとか、うんうん、海外取引も多かったりするし、さっき言った3と4の機会が増える可能性が高いし、同時に市場価値も上げられるっていうので、まあ、なんやかんだで話シンプルにすると、うんうん、もう海外外資系行っときゃいいんじゃないかなと思う。OK 海外取引が頻繁に発生するであろう外資系とのコミュニケーションが一番機会が生まれてくるんじゃないかなって話かな。そうだね、ヘッドクォーターとのやり取り一つとってもね、うんうん、英語で宿泊する経験もするだろうし、うんうん、メールは英語だったりとかねするし、うん、そうじゃないかなと思うけどね、うん、周りの友人見ててもそうなんで、うん、理解しました。まとめると、グローバルに働きたいとキャリア相談がたくさん見受けられるんですけれども、現実問題未経験での転職っていうのは厳しいものがありますよと。ただしそこにチャンスがある側面も一部あって、でそれが外資系企業だったり、まあ、未経験の海外求人とか、ね、たまに出てたりしますので、そのあたりを拾っていくと英語が使える環境および海外取引がある職種仕事に出会える可能性が高まるので、ステップアップ的に出張とか駐在とかが狙えるようになるんじゃないかなみたいなお話だったかなと思います。はい、というわけで皆さんからの悩みが続々と YouTube にも公開されておりますけれど、まだまだ募集しておりますので、実際にね、私どうしたらいいのかなと悩まれてらっしゃる方は、特集のキャリア相談、無料転職相談ございますので、概要欄の URL をチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回しましょう。See you next time. バイバイ。バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。